はい、どうも皆様こんにちは、ネルタン44と申します。それではミラーズエッジパート2をやっていきたいと思います。さあ、前回ちょっと妹さんに何かあったみたいなんで、多分あそこに行くんでしょう。それではやっていきましょうか。さて、ここジャンプ、はーい、で行けるか行きませんでしたね。さあ、なかなかね、ジャンプのタイミングとかが難しいゲームとなっておりますね。よいしょ、 OK、 2段ジャンプでと結構高く飛びますね。さあ、こっちも2段ジャンプでいきましょうか。はいと、ドレイクの話じゃ、ポープのいるウェストアーランドで動きがあるらしい。まあ気をつけろ、はっきりしたことはわからんしな。さて、ここからどこに、たまに時たま迷う時があるんですよね。こっちかな、壁走り。彼は市長になりたがっていたんだよな意味がありませんでした。どうやら誰かが動き始めたようだ。あ、とりあえずあっちの方なんでしょう。まずい、お、大丈夫か、危ない、いきなり終わるところでしたね。さあ、失礼しました。よいしょ、おっと、ごめんなさいね、私まだ操作に慣れていないみたいですね。と、あれ、やばい、急パート2からグダグダになってしまっているぞ。はいはい、頑張らせていただきますよ。よいしょ、とりあえず登らんことには始まりませんね。 OK、頑張って、 OKOK、 でジャンプで掴む、で離す、おっと大丈夫か、離すタイミングが早かったが、よいしょ、でここから、あ、ありますね、あそこですね。じゃあ助走をつけてと、 OK、 飛べ、 OK、 受け身を取る。はい、赤いドアありました、お邪魔します。会社の中、へえ、結構オシャンティーな会社ですね。はい、お邪魔します。こっちかな、誰もいない、エレベーター、間違えた、 OK、 アクションボタン、うわ、おっと、 A ボタンか、 OKOK、 OK OK、アクションボタンは A ボタンみたいですね。よいしょ、ご家族でニューエデンモールにお出かけの予定がおありでしたら、ぜひテイストオブニューエデンにお立ち寄りください。海外の広告が電子で入ってるみたいですね。くつろぎの時間をご提供いたします。うん、ペプシネックスか、極上のひとときを。さて、エレベーターってまあ作りは大体どこも変わらないみたいですね待て、何階とかがないぞ。1階に行くにはどうすれば、これで、これのみ、行きたいところに行けないのではないか。連打したあれで回数で決まるかもしれませんね。お、誰かいますね。ケイト、なんでここにいるの。まさかあなたが。違うわ、この人がわからない。誰なの。ロバート、パパの友達のロバート・ポープよ。嘘、ポープ、電話があったの、久しぶりの連絡だったわ。彼、政治活動中に強盗に入られたの。ニュース見てない。ニュースというよりは宣伝よね。市長に立候補してたのよ。知ってる、強盗に入られて怖かったんでしょ。私もそう思ったけど、妙なのよ。強盗が入ったから私に来てほしいと言って、あなたのことも聞かれた。本当に。10年以上も会ってないわよ。とにかく来た時はまだ生きてたの。デスクで何か書いてた。そしたら突然真っ暗になって、近づくともう撃たれてたわ。多分私の銃で。デスクの上には日記があったのに消えていたわ。誰かが中にいたのね。無線電話は車だから連絡も無理だったの。さあ、一緒に安全な場所に行きましょう。そんなことできないわ。逃げたらまるで私が殺したみたいじゃない。これは偶然に起こったことなんかじゃないはずよ。誰かがロバートを殺し、あなたに罪を着せようとしてる。助けて、フェイス、お願い。コネがあるでしょ。何か裏があるはずよ。ロバートは何かを私に伝えたかったのよ。私のしてること知ってるでしょ。無理よ、そんな。警官隊が来る、逃げた方が良さそうだ。さあ急い。分かった、何とかする。
助けがいるなら上司のミラ警部補を探して何でも分かったことを伝えてほしいの。何してるフェイス、撃たれたいのか。早く逃げろ。さあ行って。フェイス、ありがとう。さあ警官が来てるということで、ああ来てますね。早速行きましょう。さあ誰かが妹のケイトにね、犯罪の罪を着せようとしているわけですね。誰なんでしょうか。まあとりあえず、先ほど会えと言われた人物に会いましょうか。おっと撃たれちゃった。よいしょ、抜きましょう。さあどこへ向かえばいいんだ。とりあえず登れる高いところから登っていきましょう。 OK、 こっちか、どっちだ。やばい、見失ったぞ。うわあ、ダメだ。登りましょう。じゃあさっきのエレベーターこっち側か。 OK、 無駄な壁越し。わーっと、うひょー、開かないのか。左左、どっち、この中、あ、なんか階段らしきものがありますね。よいしょ、 OKOK、 上か、飛べ。よいしょ、 OKOK、 でここ、お、うひょー、痛い痛い痛い、待て待て、どういう状況、どう行けばいいのだ。あっちかな。 OK、 登れた。よいしょ、 ありましたね。はい、これさえ見れば。あ、やーべ、落ちちゃった。もう一度ここ掴めますかね。 OK、 掴めた。よいしょ、4時、4時の登れ。 OK、 よいしょ。さあ手元が狂っちゃうと一気に死につながりますね。危ない。 OK、 行きましょう、行きましょう。どこだ、上か。あ、やばい、 OK。 さあ探してる音を してますね。あー、めっちゃ撃たれてる。ダクト撃たれてるんだよ。おーっと、撃たれてる、撃たれてる。待て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 、しゃがみ、あー、開いてる。 OK、 あ、ドアありましたね。逃げましょう。 OK、 すいません、お邪魔しました。ん、こっちか。あ、よいしょ、いけるのか。いった。あ、大丈夫大丈夫、危ないじゃん。どっから撃たれてるんだ。危ない危ない、多分あそこに移れば。ジャンプしてくれ。 OK、 おお、ヘリ飛んでません、ヘリ飛んでますよね。おっと、待て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 、行きます。よいしょ、行きた。あー、ダメ、うわー、高すぎましたか。もうめちゃくちゃドキドキする。やめちくり。よいしょ、お邪魔しました。さあもう一回、ここだ。撃たれてますよね。あー、ヘリ来てる。うわ、来てる来てる来てる。待て待て、逆にラズ、なぜ当たらないんだ。よいしょ、ここで飛びよう。よいしょ、撃たないで頼む。待て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 、でさっきのとこ、ここか。オッケーオッケー、もう一丁もう一丁。オッケー、受け身も取るぞ。はいはいはい、来てますね、ヘリが来てますね。ちょっと待ちくりよ、何か航空支援、私の方にも航空支援を。よいしょよいしょ、しゃがんでジャンプして、待って待って、撃つのやめてくれ。よいしょ、オッケーオッケー、当たらないのが不思議である。よいしょ、オッケー、フェンスも越える。待て待て待て、はいはい、今なんか道なりに行ってるんですけど、こっちか。あ、で左、これかな、飛べよ。オッケー、はいはい、登っていきますよ。さあさあさあ、見よ。オッケー、うまくいけた。壁走り、おっと、待て待て、飛べ。ああ、よかった、終わったかと思った。待て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 、うわ、ソーラーパネルが高いんじゃないのか、あれ。 OK、 出口が見えた。いていていて、受け身を取るべきでしたね。はい、すいません、お邪魔します。おお、柵越えるべき。待って待って待って待て、
あ、エレベーターありますね。開いてる、開いてるかな。よいしょ、反対側。あ、いやいや、閉まってくれ、閉まってくれ。おーひょ、あ、おーおーおーおおよかった、よかった、助かった。これで一息つけるぞ。くそ、ポープが死んだなんて信じられん。疲れた、めっちゃドキドキした。とにかく面倒なことになったな。いや、面倒というか一回死にましたけどね。センチュリアンプラザへ向かうんだ。いやこれがパルクールか、やばいですね。これ下降りたらいるんじゃないか、警官が。そんな気がして、嫌な予感がしてやまないんですが、大丈夫？ステンバイ、ステンバイ、大丈夫そうですね。行きましょう。よいしょよいしょ、あった、出口。はい、お邪魔しました。まだ1階ではない。え、あんまま直で1階行きたかったんですけど。いや、べべべべべ、壁走り、ジャンプ、お邪魔します。右サイド合ってますかね。今なんか適当に右選んだんですけど。よいしょ、待て待て待て、急に撃つのはやめて。おって言われましても、飛べよう。 OK、 突破しましょう。ちょっと待ってくれ、警官来てますよね。大丈夫か、あれ。よいしょ、前方のトンネル、あれあれか、こっちでいいんですか。やっべ、わかんねえ、これ初見殺しだよ。おいしょ、待て、よかったよかった。はい、走り続けますよ。よかった、閉まってるんで警官が来てないみたいですね。こっち OK、 そう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 、これどこ行ってるんでしょうか。ロード中、どうした。え、嫌な予感が。おお、大丈夫ですか。 OK、 よかった。警官いるじゃないですか。待て待て待て、倒しましょう。スローモーション、浮いて。 OK、 Y ボタン、さあ落ちるがいい。足を打って気絶とか無理です。気絶じゃないや、少し時間を稼ぐこととかできませんでしたね。今聞こえ、自分の声で聞こえなかった。出口どこ、待って、うわー、待ってくれ。うわー、いやー、ダメか、しまった、出口を聞いてなかった。赤い目印がないと出口が分かりませんね。 OK、 任せろ。2回目はもう無視しましょう。次は走れ、多分あれ左、こっちか。 OKOK、 はい、あ、登れって言ってますね。 OK、 聞き逃さないように。よいしょ、で、どこだ、あ、あれか、登れ、はしごがある。 OK、 お願いしますよ。お、電車か、おっと、こっちか、電車乗らないと、ジップライン、飛べよう。 OK、 ここも死ぬ、死ななかった。おお、スローモーション、あ、味方ですかね。大丈夫か、さあ。そうでもないんですけどね。よくやった、フェイス。なんで警察がガンマニア集団になっちまったのかは今調べてるとこだ。彼女のことを心配しても仕方ない、なんとかする。どうなってるの、マーク。誰かに都合の悪い何かがある。よくわからんが奴らは本気だ。おい、セレステ、まだつかないの。大丈夫、警官はドジばかりよ。でもちょっと様子が変ね。無線はポープ殺しの話ばかりで、そこら中警官だらけ。どうしたのかしら。勤務の査定でもあるの。気をつけて寄せる。それにしても変ね。お嬢ちゃんは殺人現場から証拠を持ち出して町中の警官に追われているのさ。
それが持ち出した証拠？ええ、日記の一部だと思う。他は消えていた。気になるのはイカロスって部分、すごく高いところってことかしら。イカロス？ギリシャ人だっけ？そうだ、ロウと羽で空に舞い上がったが、太陽に近づきすぎたために、翼はなくなり真っ逆さまさ。フェイス、情報があればすぐに伝える。はいはい。やつはもうランナーじゃない。だが腐れ縁は切れそうもないな。そうかしら。誰？ジャックナイフよ。ジャックナイフの居場所はストームドレインの近く、古いランナーの訓練場の屋上だ。警官がうじゃうじゃいるな。とりあえず用水路伝いにハントンタウン地区へ向かえ。はい、というわけでキリがいいので今回はここまでとさせていただきます。いやー、これからどうなってしまうのか。で、ホープ殺し、まあ、仕組まれた感じですね。あと、そのイカロスの謎とは何でしょうか。次回の実況をお楽しみに。それではご視聴いただきありがとうございました。お疲れ様でした。